格闘キャスへようこそ、シンです。今日は英和スポーツジムで吉田に何だかをインタビューしたいと思います。格闘キャスト初登場の2人さんがいるんですけども、簡単に自己紹介してもらっても大丈夫ですか？英和スポーツジムの戸崎龍也です。 PK センチャイムエタイジムと英和スポーツジムの朝日 PK センチャイムエタイジムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。井上尚弥っていう、まあ、スーパーボクサーがいるんです。で、僕の視聴者さんたちは、まあ、井上尚弥が大好きなんですということで、あ、まあ、奈良さんにはもう一度聞いてるんですけども、井上尚弥のボクシングを、まあ、試合を見てどう感じるのかしたいんです。僕も一応赤穂選手にボクシングを教えてもらってて、はい、でスパーリングもボクサーの方と何回かやらせていただいたことがあるんですけど、はい、絶対できないよなみたいな動きを井上尚弥選手にしてるので、うん、目も良くてバックステップも速くて、入るときは速くてパンチも良くて、本当理想的なボクシングをしてるなっていうのが本当見てて、やっての感想ですかね。どう思いますか？なんか負ける予想がつかない。本当にそうですよね。誰とやどの階級やってもなんか勝てちゃうなみたいな感じがします。タパレスの試合を見ました。井上がタパレスどう感じましたか？僕は初めて井上選手の試合を現地で見させていただく機会をもらったんですけど、はいはい、始まっ瞬間もう会場の雰囲気ごとこう巻き込むじゃないですけど、本当一発一打一打で会場がうわーみたいな、しかもなんか歓声っていうよりかはやばーみたいな感じのどよめきが起きてて、本当一発一発の攻撃の重みがでっかけだなと思ったのと、あとは常に倒しに行く姿勢だなってすごい思いました。試合を見てて、ただ勝つだけじゃなくて本当勝ち方までこだわってるんだなっていうのが分かりました。そうですね、まあ、だからこそそんなにファンがついてそうです、ね、なんでそんなに強いのないんですけど、難しい質問だと思いますが、だってタパレスも2階級制覇チャンピオンで2団体統一王者なので、しかもめっちゃ強い相手を一方的に圧倒するのはなんでそれができるかってタパレス選手がこう数発当てたのが切り抜かれて、うん、ここで当てたみたいな、そう、その時点でもうやばいじゃないですか。確かに多分2、3発ぐらいだと思うんですよね。はいはいはい、本当にそれもクリーンヒットではなく、うんうん、パンちょっとかすったみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、それがこう切り抜かれてこのシーン当たったみたいになること自体がもうすごいことだと思います。それでやっぱりいつも通りの井上尚弥じゃなかったってなんか調子悪かったって言われるほど強いから、 それ何がどう、何ですか、一番の強みは何ですかっていう聞き方の方がいいかな。一番の強みはやっぱ距離感じゃないですか。危機察知能力というか、はいはい、どう思いますか？なんかここでこうまっすぐ肘が伸びきった時に当たるパンチの威力と、はい、ここら辺で当たるパンチの威力の井上尚弥選手って普通だったらここで当たる方が弱くなると思うんですけど、はいはいはい、全部のパンチなんかどの角度でどの距離で当たってもすごい多分自分の持ってる最大のパワーを出して打ってるんだなっていうのがすごく見てて思うので、うん、毎回 100% パワー当ててるのか分かんないんですけどはい、はい、本当どの距離からでも自分の 100% のパンチで打ってるから強いのかなって思います。目の良さです。あー、はいはい、もう全部相手のなんか先を見てる感じがします。で、先を見て全部当てて倒して面白いですね。みんななんか違うところを見る、はい、でも多分自分のファイトスタイルと関係するんじゃないですか、それ選ぶところは。あ、結構ファイトスタイル的にどういう戦い方を、僕は今日 見ますか？あ、見れてないです。見ないですか？最初は見ます。最初は見ます。熱くなっちゃう癖があって、はい、はい、後からはあんま見えないじゃあ試合に挑むメンタルとしては、まあ、冷静にやろうって考え、はい、ながら入って一発食らって、もうそれ全部飛んじゃうんで、セコンドから怒られますか？怒られます。何やってるのだって、はい、試合も見られてるんでパワーはありますよね。あとパンチャーです。パンチは結構得意ですね。スピードもありますよね。瞬発的っていうのはすごい覚えてます。本当です。左フックの、あ、左側の、ね、一番得意なパンチが左のパンチですよね。はい、スピードとパワーを持つ選手はチートですよでも基本的にモエタイの選手ってフィジカル強くないですか？あ、フィジカルは強いと思います。ボクシングジムに行って多分みんなそう言われますよね、はい、結構体幹の強さはモエタイの選手はやっぱ強いかなと。なんかありますよね。なんか首相撲、首相撲だと思います。はい、俺も練習でボクシングジムとか行くんですけど、体格がしっかりするフィジカル強いって言われるんです。でも、うん、
俺そんな首相撲やってないんですよ。蹴りの連打はいっぱいしました。それも関係するんですか。すると思いますね。キックはやっぱバラン足のバランスがないと連打とかもできないんで、はい、やっぱ足腰が強くなるのはやっぱ、まあ、ボクシングももちろん足使う競技ですけど、はいはい、やっぱそれ上まで上げてる の違いはちょっとあるかなとは思います。確かにもう片足 で、ね、そうですこう回ってるから、はい、ちょっと謎が解けました。ありがとうございます。井上尚弥、次ネリっていう悪いやつと試合をする予定なんですけど、はい、もうネリの歴史も詳しい、なんとなく知ってますよね。山中慎介っていう、はい、12防衛連続してたんですが、そうで具志堅用高の13防衛連続と並ぶところで、このネリっていう強いメキシコ人に負けて、試合後にネリが、まあ、ドーピング検査に引っかかったんですよ。でそこで再戦が決まって、次ネリが、体重超過して2戦とも KO 勝ちしたっていう、もう超ヴィランなんです。あまりにそう本当に嫌われるんです。だから2回目の勝利の後、ネリはもう永遠に日本で試合しちゃダメって JBC からもバンされたんです。でまあ BS 井上尚弥だから多分また日本でやると思うんですよ。決まる前は多くのボクシングファンはネリもう二度と日本に来んな、まあ、絶対見たくないってああだこうだ言ってたんですよ。でこう決まってから、まあ、その声が広まったんです。ただそれに対してどう感じるか聞きたいです、その歴史も含めて。そうですね、自分はあの多分日本のファンの皆さんは、うん、その山中選手との問題じゃないですか、はい、その山中選手はもちろんクリーンな選手で、はい、体重を超過したりとか、うんうん、こう禁止なこうドーピングに手を染めて戦って、うんうん、しかもそれで勝ったじゃん、勝っちゃった。それでこう山中選手が勝ってればこうその収まってたと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ勝ってしまうとやっぱモヤモヤが絶対残ると思うので、はいはい、そのモヤモヤが残った状態で、まあ、井上選手と試合が決まって、こう日本の多分ファンの皆さん僕たち含めこうやっつけてほしいっていう、はい、気持ちがすごい強いと思うんです、うんうんうん、今回、まあ、別にや、まあ、井上とやってもいいっていう、井上選手が良ければいいんじゃないですか。あー、はい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 、どう思いますか。でもやっぱり井上選手もボクシング界で山中選手っていう大先輩がそういう感じで選手として負けてしまって引退されてしまったので、はいはいはい、やっぱそういうところでは多少なりとも先輩の敵討ちっていう気持ちも日本人としてあると思うんで、そこは本当ぶっ飛ばしてほしいな。やっぱりそっち側ですか。同じですよね、おそらく、はい、うん、あんまり、まあ、また日本で試合していいじゃんっていう井上尚弥が OK である。そうですね、ネリ選手がそのスーパーバンタムで1試合負けたじゃないですか。1試合負けましたね、はい、フィゲノーは。あ、そうですね、あの試合ってスーパーバンタムです、ね、あれはスーパーバンタムのデビューだったと思います。あの試合をあのフルで見たんですけど。あ、そうですか、はい、あの試合めちゃくちゃお互いインファイターじゃないですか、はい、だからその中でこう我慢比べに負けたのかなっていう試合だったんで、はいはい、こう精神的にも技術的には井上選手は多分絶対上だと思うんですけど、はい、精神的にもこうメンタリティの部分でも、うん、上回る、全てで上回るんじゃないかなって僕は、うんうん、あの試合見られてますか、ネリが KO シーンは見ました、まあ、はい、あのフィギュアっていうすごいイケメンなボクサーなんですけど、そうですね、はい、彼が今スーパーバンタムの上のフェザー級に、まあ、転向してそこで試合してるんです。だから井上がフェザーに行くと多分彼とやるっていう、もう先を考えてるファンが多いんです。早いですね、展開が。どう思いますか、それ逆にかわいそうと思いますか、それとも、まあ、しょうがないっていう感じですか。同じ階級で井上選手に勝てそうな選手がいないと、もうやっぱどうしてもみんな上の選手、この選手でやったらどうだろう、この選手やったらどうだろうって絶対になってしまう。そうですよ、はい、まあ、奈良香さんもなんとなく井上尚弥の気持ちして、いや全然。でもだってキックボクシングで見たい、違う競技じゃないですか、もう意外とキックボクシング、キックボクシングでこの子の選手と見たい、体重差、ああどうでもいい。そういう感じじゃないですか。まあ井上尚弥競技飛んでないんだけど、はい、強すぎる問題っていうのがあるんですねって最近気づきました。そうですね、まあ、フライ級だとタイでも相手はいないんじゃないか、タイの中の声が上がってて、うんうん、で今スーパーフライでも、まあ、僕がこうやりたい選手があと、まあ、ほんと3名ぐらいいるんですけど、うんうん、その選手に勝てれば、まあ、正直その階級でも本当相手がいないって言えるんじゃないかな、うんうんうん、それを、まあ、倒してから考えてる、ね、はい、
毎回言うんですけど、ボクシングのどうですか？そうですね、はい、この間の堀口選手の会見の時に、記者の方に MMA はどうだって言われて、ボクシングはどうだって言われて、まあ、そうですね、どの格闘技に対してもやっぱリスペクトはあるんですけど、うんうん、本当にその競技と向き合わないと勝っていけ、絶対勝っていけないんで、そうですね、なんでこう一個やりつつ一個っていうのは僕はできないタイプなんで、うんうんうん、本当に何か自分の今目標を成し遂げた後に出てくるかなと思います。なるほど、はい、去年10個の質問を聞いたっていうのを覚えてますか？はい、覚えてます。あれの2024年バージョンがありまして、はい、せっかくなので、3人でやりたいんです、はい、あの10個質問をもう全てのゲストに聞いてるんです。それをまあ一言で答えてもいいですし、まあ、もっと深掘っていきたいなら、はい、深掘ってくださいっていう。じゃあ1、2、3、ダンっていう感じでやりましょうか。同時に。じゃあ、クエスチョンナンバー1は最も偉大な格闘家は誰？難しい。準備。もう競技はどれでもない。なんだ、格闘家だったらなんだ、はい。じゃあ、1、2、3、ボン、読んでね。1、2、3。井上尚弥選手です。遅い。ボンボンボンかと思った。違う、全員でやろう。わかりました。どうぞ、じゃあ次から井上尚弥選手。はい、僕山本キッド選手。山本キッド。パコーンさん。パコーンさん。パコーンさん。山本キッドで、はい、一番なんかいい弟子ですねっていう感じ。いいことですね。それずるい。好きだから。パコーンさんやばいですよね。パコーンがまさか、うん、あのトレーナーになるって。 YouTube でなんかセンチャイとの、あとセクさんとの試合見てたから、はい、次の質問は、那須川天心は次戦ボクシング3戦目 KO 勝ちするのか、判定か KO かってするか。じゃあどうしようか。 Yes No で。 Yes No。 すると思うなら Yes、 しないと思うなら No です。 No です。全員で1、2、3。 No。 Yes。 おお。Yes なんですね。 Yes。 Yes。 Yes なんだ。なんで Yes ですか？これ2戦判定だったから、これより多分 KO したいっていう気持ちが強いでしょうし、あとはやっぱ2戦戦った上でのこう経験値が出てくるんじゃないかと思います、はい、なんで3戦目は KO じゃない。なるほど、はい、で、Yes、 同じ Yes、 同じで No にしました判定、はい、僕も多分 No だと思います。希望としてはもう20戦20勝圧勝判定全部ゼロ。がいいと思います。すごいですね。それ面白いじゃないですか。そんな選手いるって。確かに逆にしっかりポイントだけ全部取ってくる、うん、まあ、一番なんか負けない想像が強いじゃないですか、うん、ただオフトミケなんですが、判定で勝つ選手に対してどう思いますか？僕は全然、僕そこは、うん、最近は KO 率も僕も少しずつ上がってきてるんですけど、はい、やっぱ僕はそんなにこだわってはないですね、うんうんうん、はい、自然に倒しちゃうっていう感じ。いや、なんかそれちょっとなんか自分だから。かっこいいじゃないですか。いや、自然に倒しちゃうんですよ。すいません、言い方悪かったですね。で、KO は断ってますか？その相手を倒すの。なんかデビュー戦の時から KO できてしまって、その時も左フックだったので、はい、アマチュアの時まではパンチで倒すっていうことがほとんど120とか130戦やったんですけど、パンチで倒すっていうことほとんどなかったんですけど、プロになってからデビュー戦で KO できちゃって、はい、そっから 3,4 連続くらい KO で全部勝てちゃって、そっからすげえ倒しに行こう倒しに行こうって思うようになって、でも逆にそれが空回りしちゃって、僕が倒される時期とかポイントを持ってかれちゃう時期とかもあって、うん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 、トレーナーと話し合ってポイントでも勝てるし倒せるのもできる、両方しっかり練習してって言われて、最近はそんなに意識しなくなったかなっていう感じです。ただ戦うっていう感じですよね。どう、剣をこだわってますか？いや、判定でもって感じです。ムエタイってなんか判定で勝つのがなんか評価が上がるみたいなのもあるんで、はいはい、そういうところも意識して、なんか判定で勝つファイターが結局一番上手っていうことを言われたんですよ。で、KO するとまあなんかパワーあるとまあ KO しちゃったっていう感じで、それで勝てるから、判定で勝つのはもう全部技術で、絶対技術で勝ってるっていう証拠なんで。確かに。次の質問、井上尚弥は無敗で引退すると思いますか？これも Yes No でいきましょうか。1、2、3。 Yes。 Yes。 満場一致。次、人生ずっと一つのものしか食べられなかったら何を選びますか？うん、減量チェーンかけましたよ。一つのメニューってことですか？
一つの、そう、いいですよ、一つのメニューで。これ格闘家に聞くのすごい好きなんです毎日3食、毎日ずっと、人生ずっと一つ。日替わり定食とかなしですか？あ、じゃあそれ OK。 日替わり定食だったら買える。毎日違うの食べる。ダメじゃん。ダメそうなんです、やっぱりつまんない。一つ一つ次決まりました？決まった決まった俺も行きます。 OK、 じゃあ1、2、3、焼き肉。ハンバーグ。は、一人ずつ。ハンバーグです。ハンバーグ。焼肉です。焼肉。チャーハン。チャーハン。チャーハン。うん、チャーハン大好き。タイ料理でめっちゃ悩む。カオマンガイ。そうそう、カオマンガイ。確かにバランスと栄養考えるとカオマンガイ悪くないですよね。栄養のこと考えてますか逆に。いや、僕たち全然だと思います。朝日が一番多分考えてるとは思います。あ、でも僕試合決まったら、あれ、実家で飯食う、外食なくすぐらいです。あ、はい、試合3週間前切らなかったら好きなもの食ってとかいう感じで。みんなまだ結構若いですよね。25いってる、いってないですよ。いや、そうです、2人が23で、僕が1個下で22です。あ、あのマジで何でも食べても大丈夫1時間誰とでも話ができれば誰を選びますか？誰とでも話せる。誰とでも話せる1時間。誰もいないって言ってもいいですよ。いるかな。いるかな。1時間あのだ、いる、いた、発見した。言葉の言語をなしとして、誰とでも。なるほど。外人でも普通に喋れるとして。喋れることにしましょう。うん、うん、俺日本人でも。むずい。やばい、マジで思いつかない。でも、それも答えじゃないですか、誰とも。いや、今さ。そうですね、はい、なんとなく。オッケー。大丈夫かな誰でも、大丈夫ですよ、誰でも。ないって言っても答えだからいいです。じゃあ、1、2、3。アインシュタイン。ロナウド。なし。アインシュタイン。ああ、確かに。確かに面白いですね。クリスティアン・ロナウド。クリスティアン・ロナウド。なしで。はい、なしで。え、ちょっと待って。日本人って言ってなかったでしたっけ？うん、誰でも言って。そう、誰でも言って言われて、カイさん。決まった最初。最初日本人ですよ、ね。最初、本田圭佑。あ、確かに日本人って言ってましたよね。クリスティアン・ロナウド。最初の日本人は誰でしたか？本田圭佑です。あー。そういう人たちのモチベーションの保ち方とか。なるほど。知りたいなと。誰とでも話したくないのは思う。いや、話したくなくはないんですけど。1時間話せない。多分。気まずくなっちゃう。次、一つ、何でも手に入れられれば何を選びますか？何でもゲットできる。大丈夫ですか？はい。じゃあ、1、2、3、はい。タケコプター。え？タケコプターです。タケコプターいいじゃん。いいね、何ですか？僕ドラえもんって言いました。ドラえもん、あ、上回りましたね。僕土地です。土地、はい。どれぐらいの？いや、もう、あ、まあ、広ければ広いほどいいです。なるほど、はい、何でも好きなことできるかなと思う、土地さえあれば。現実的に考える奈良香さんと認知度かリスペクト、どっちが欲しいですか？1、2、3。リスペクト。細すぎる VS 太すぎる。これは感覚ですか？どっち選びますか？感覚、本当感覚です、うん、何も、うん、細、うん、じゃあ、1、2、3。太すぎる。太すぎる。どういうこと？いや、だから多分もう本当に感覚で、本当にそれだけ。そう、細すぎる、太すぎる。じゃあ太すぎるがいい。太すぎるがいい。自分もやっぱりどっちかっていうと太すぎる方がいい。太すぎる方がいいです。女の子は。あ、そっちですか？それはどう？あ、そっちですか？そっちですか？いや、そう、関係ないんですよ。ただ聞いてるだけで。いや、でも細すぎる、いや、細すぎる方がいい。細すぎる方がいい。いや、どうなんだろう。なんかたまに細すぎるってあるじゃないですか。細すぎる、はいはい、太すぎるも多分あるんですけど細すぎるか太すぎるかって言ったら太すぎる方がいいかもしれない。はあ、安心感ある。難しい質問ですよね。宇宙人はいますか？で、イエスだったらこの時点地球にいると思いますか？これはイエスかノーか。じゃあイエスかノーから始めようか。まずいると思うか。マジいると思うか。はい、1、2、3。はい、イエス。いると思う。はい、あ、で、地球にもいると思いますか？来たり来なかったりみたいな。あ、じゃあもう一度は来たことは、はい、どうですか？います見たことあるみたいな言い方で言うか。なんか信じそう。いると思います。やっぱり都市伝説とかそういうのは信じてる。めっちゃ好きです。好きですか？はい、あの、僕のカメラマン2人もすごいそういうの興味。あ、そうなんですか？そうなんです。あ、本当ですか？そうなんですよ。
え、ワーザー都市伝説の直木マンション。ああ、YouTube。そう、もしも僕もちょっと興味あるから、いるとしたら、これは人間よりもずっとなんて言えば進んでる、テクノロジー的に進んでると思いますか？僕が勝手なこれはもう考えなんですけど、うん、宇宙人は未来人じゃないかなと思ってます。ああ、面白い。なんかタイムマシンとか持って帰ってきてる。そうです、そうです、そうです。もう進んで進んで、はい、で、こう帰ってきて、それが現代に UFO として映ってるんじゃないかなみたいな。なるほど。じゃあ UFO、 その UFO っていう写真なんか見たっていうのは、はい、あれは UFO 未来の機械じゃないか。なるほどね。最後の質問になりましたが、人間ってやっぱりいつかみんな亡くなるじゃないですか。あなたが亡くなったら、その知り合いからどういうふうに覚えられたいですか？だからこの名高はこういう人だったっていう、なんか残るじゃないですか、周りの人の印象に。それはどういう印象を残したいっていう質問です。これ一人ずつ行こっか、せーのじゃなくて、はい、なんか偉大な人だったなと思われたいです、ね、うん、はい、実績的に格闘家として。そうですね、まあ、その格闘家として、まあもちろん人生は長いんで、格闘技として活躍できる時間もそんなに長くはないと思うんですけど、うん、本当にいろんなこう引退した後もこうセカンドキャリアでも本当にいろんなことをやっていきたいと思ってるんで、そういうなんか格闘家としてももちろんそうですけど、もう人としてこうすごい偉大な人だったなっていうふうに思ってもらえるような人生を歩みます。どうですか？なんか常にあの人の周りにはあったかい人が、あの人自身が優しかったから、あの人の周りもあったかい人、優しい人が多かったなみたいな、なんかそういうでも強いっていう、なんかパコン、自分の先生のパコーンさんが結構優しくて強いみたいな、そういうタイプの人で、でそれを見ててすごい、それが素晴らしいなって思うので、そういう人になりたいなって思います。いざ試合ってなったら絶対勝つ、うん、けど周りにもすごい優しくて、周りにもいい人しかいないみたいな、うんうんうん、そういうのが自分の人生の後半 にできていたら素晴らしいかなって、亡くなってもそうやって覚えてもらえたら素晴らしいかなって思います。どうですか？ただポジティブな人だなって。ありがとうございます。すいません、長い時間本当に楽しかったです。話してて永遠に話せるそうなんで、ありがとうございます。21日に、はい、試合があって、はい、トップライツで、はい、楽しみにしてます。頑張ります。次試合決まってますか？まだ未定なんですけど、多分もうそろそろ決まると思います、はい、ね、みんなになんかす自分のおすすめの試合とかありますか？おすすめの試合全部すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。